夢の中で天井を逆さになって歩く理屈を発見して、天井に逆さに立ったが、なぜか歩くことはできず、仕方なく壁を歩くという方針に切り替えたところで、理屈の根本的な間違いを指摘されてしまい、壁も一度歩けただけ。ただ壁紙を変えるよりも模様を壁に映写する方が簡単、壁に映写するよりも直接網膜に投影する方が簡単、網膜に投影するよりも記憶を塗り替える方が簡単、記憶を塗り替えるよりも壁紙を変えたと嘘をつく方が簡単。 なかなかうまくいかない日々だが考えてみればすでに台本があって稽古を重ねても本番がうまくいくとは限らないのだ台本も稽古もないぶっつけ本番がうまくいくはずがない根性は本番だと思わないことにしよう男と女の間とか稽古と本番の間とか人と機械の間とかいろんなものの間にはいろんな暗い川や谷があるのだが実際には越えなくても越えた振りさえすればそれでいい現実と虚構の間にはそういうものはないから。